雪が降ってきた。すごいきしむ。これ何屋さん、これ。これ何屋さん。なんか展示物あって、ここ何やろ、教室みたいな感じかな。下が石やから安心して歩けるね。ここ何やろな。怖いな、さっきから音するから。広いもんな。静かにして。おばらじがあんねん。でかいね。あ、うまいな。風じゃなくて。これかわいいよね。ボンバーなんとかとか言ったの。展示物。展示物。わあ、めっちゃ崩れてる。食事どころやったらちゃんとなってやすいのかな。ああ、かな。うん、わあ、すごい崩れてる。じゃないってことだね。ああ、そう、そうやな。うわ、これすごいな、ここ。これかと尋常じゃない。うわ、これすごい。波打ってるもん、うん、向こうも行かれへんわ。あ、でも階段しっかりしてる。あ、びっくりした。あ、びっくりした。何が動いてんのかなと思った。風がすごいね。寒いな、雪降っとったのに。人がおるのかなと思った。古民家これ、うん、すっごいな。ちょっと先行こうか。ちょっと待って、これ一段下がってまた部屋みたいになってる。うわー、すっごいなこれ。丸テーブルすごいね。でかいな。火鉢もあるし。これすごいな。何の音？風やな。これにじりようできへんのかな。いや、ここまでボロってくるときつい。
しいよね。あ、飲食店だったんじゃないかなって気がするけどな。そうやろな。え、これ何？オリーブオイルスピリット。粉的なもの。あ、そうやな。厨房？うわ、あ、蕎麦屋さんっぽい、うんうん、そんな感じやな。そうやね。あ、すっごい雑多。波打ってるもんな、下。そう、そっちはもう行かない。そこもな、そこもさ。あ、ほんまやな。そっちが危険なんだ。これ何？はあ、すごい。何の部屋これ？すごいな。あ、ミシミシ言う。いつぐらい閉めたんや。これ何？めっちゃ雪降ってきてるやん、うん、大丈夫かな帰り。とりあえずちょっとささって行っちゃった方がいい。なんでスタートレスタイヤじゃないから、うん、つるってなる。高速規制入ったら鬱陶しいじゃない。あ、帰られへんか、うん。